チムの見物旅始まるよ。天ですとか妙が守るという立体曼荼羅という形であのお堂ができております、そしてあの真ん中の厨子に入っている3体が、阿弥陀三尊像です。平安時代の後期の仏様です。で真ん中の阿弥陀様を見ていただくとあの下からこうね見上げていただくと分かるんですけど玉眼でできてます。皆さんお詳しいかと思いますけども玉眼というのはほとんどが鎌倉時代に流行る、それを早くも平安時代に取り入れてる。あの日本最古の玉眼というのは奈良の長岳寺というお寺の、阿弥陀様が日本最古の玉眼と言われてます。平安時代後期の仏様でこの仏様も平安時代後期ですから、まあ、それに並ぶような、古い玉写真撮影 OK ということで皆様ですね写真撮影しております。明るすぎる、はい、この塔の中にね快慶作の国蔵菩薩がいらっしゃったで、ね、戦乱で燃えてしまったそうなんで残念ですね。これが愛染明王ですね。四天王です。私の頭を取ってもしょうがないよ。ジャッキーがすごいユーモアですね。ない方がいいや。ない方がいい。あ、ごめん。はい、阿弥陀如来様ですね。玉眼です。玉眼、玉眼ですね。置いときます。玉眼、あの見て、あのライト使う方は使ってください。使わない方はこのまま置いといて。玉眼で、こっちが使わなくなっちゃう。でもこの後ね、四天王ですね。中央の阿弥陀三尊像とこれから後でご覧になっていただく薬師如来像はあの昨年あのなるほどね。こちらも写真撮影 OK ということで、お手合わせてから皆さんねお写真撮ってます。は
このお薬師様はもう少し東の方に行くと静岡市があって、そこに東京課長に出てくるトロイ石という弥生時代の石があります。ライティング先生、これ下のところとこことこと汚れなのかしら、後でね、ちょっとね、あー、いいね、いい顔して、いい顔して、綺麗だね、綺麗よ、ありがとう。九万石に相当するんですけども、秀吉さんからいただいたご主人状、はい、黒くなってますけども寄せ木作りです、はい、皇太子側のね、お位牌ですね、すごい。